やばくない？それ。今40本打つ選手なんかほとんどいない。武井さんが思う日本歴代最強ベスト3を教えてください。なんだ、ジャンル問わず最強？最強？まあ、室伏広治がフィジカル最強ね。俺の中では。うん。あれもうフィジカルで、総合力ね。パワーとスピードと、あと一つの何かの技術を極限まで高めた、このレベルの高さ。その技術で彼を上回る人間はなかなかいない。日本にはまずいないだろうなと思う。あれが多分トップオブトップだと思います。はい。あのトレーニング量とか質とかいろんなものありますけど、それを運動に変換してあれだけの記録を残すというのは俺は室伏だろうなと思うし。エンターテインメントだと俺は、秋元さん。AKB とかプロデューサーの。はい。秋元大先生が、すごいなと思います。なんだろうな、秋元康さんは俺らの時代におにゃんこっていうアイドルを生み出して、もう日本の、なんつったらいいんだろうね、最強のエンターテインメントを作ったわけ、アイドルブームみたいなものを。もう日本人、夕焼けにゃんにゃんっていう番組見るために、高校生や中学生全員家帰ったから、うん。トンネルさんが出てさ、とか、なんかもうすごい、で、もう本当に普通の女の子たちがみんなスターになって、いろんな人生が変化して、で、それを一回落ち着いて、その後もう一回今度は AKB っていうのを作って、で、今はまあ乃木坂だの、欅坂、ね、日向坂とか、いろんなグループを率いる、その総合プロデューサーでしょ。で、しかもほら、なんだろう、作詞家としてもさ、超優秀で、もう何千曲と作ってるでしょ。そらひばりさんの曲を作詞したりさ、そんな歴史ある方々のすごい名作を手掛けながらも今の若者がキュンとくるアイドルの曲も作詞してるってさ、尋常じゃないエンターテイナーだと思うね。だからやっぱり日本のエンターテイメントとしては彼の存在はもう外して考えられないんじゃないかってぐらい最強だと俺は思ってるな。うん。すんげえなと思ってる。あとなんだろう。最強。最強と呼ばれる。野球、プロ野球界の、やっぱり最強ストーリーは、俺は打者部門と投手部門二人いて、打者部門は、まあ、王さんとかは間違いなく最強だと思うんだけど、848本っていうホームランぶちかましてるっていう、あれはもう成績の上だ最強。もう世界最強のモンスターでさ、王貞治さんは。848本だよ。想像してみて。40本年間でホームラン打ったらさ、ホームランを結構取れんのよ。それを20年間連続でやってやっと800本だからね。20歳から40歳までずーっと40本打ち続けても王さんのホームラン数超えないからね。やばくない？それ。今40本打つ選手なんかほとんどいないじゃん。打てたとしても、まあ、山田がたまに打てるかも。あと、まあ日本にいた時の筒香が打てたかもとかさ、まあね、今だったら柳田、勇気、ギータが打つ可能性高いけど、あとまあなんで山川くんとかね、そのホームランバッターという、でも40本なかなか打てないじゃん。うん、それを20年連続でホームラン打ち続けて、しかも当時の木のバットで、当時のボールで今より全然飛ばないのに、打ち続けて、しかもまだ48本お釣りがある。21年連続40本打っても届かないホームラン数、これはやっぱり最強のベースボールプレーヤーだと思うし、でも現代だとやっぱ松井秀喜、イチロー、このあたり最強だから、世界で最もヒットを打ちまくったイチロー選手と、守りも最強で、あとやっぱりでもストーリー的には松井秀喜最強、甲子園で4打席連続5打席だっけ、なんだっけ、敬遠全部されて、誰もあの人と勝負したくないと思わせた上に、そこからドラフト1位でジャイアンツの4番、そしてホームラン50発ってメジャーリーグヤンキースに入って、ヤンキースでいきなり4番で、初打席だっけ、ホームランがぶちかまさなかったっけ、ほんでオールスター選ばれで、ワールドシリーズ優勝、そして MVP ヤンキースでだよ。ありえないでしょ、こんなのさ、野球少年の全夢の
決勝でしょ、松井秀喜のベースボールストーリー。じゃあ甲子園のスーパースターになってからジャイアンツ4番打ってホームラン50本打って、もうなんだわけわかんねえな。ヤンキースで4番打ち続けてジータとAロッドと友達とかもうわけわかんなくない？もう羨ましすぎるよな、あんな野球人生最高で。ピッチャーはやっぱマー君、マー君がやっぱり日本のプロ野球史上で最強の成績を残した男だから、あのやっぱ24連勝っていうのはもう二度と抜かれないんじゃないかなと思うぐらい圧巻の数字だからさ。しかも、勝ちまくって無敗で優勝までして胴上げ投手になってそのままメジャーでしょ。いやこれは投手としては本当に平成のスポーツ史では最高の成績だったんじゃないって思うけど、どうみんなは。